こんにちは、アウトドアファミリーです。はい、ということで今回の我が家の晩ご飯はしゃぶしゃぶでございます。それでは具材を見ていきましょうかね。豚肉とつみれでございます。こっちにもお肉ありますね。野菜ですね、水菜とか大根、レタス、ネギ、人参、ズッキーニあります。モッツァレラチーズとお餅、あとお漬物でキュウリとか、あとはキムチですね。ニンニクとラー油、これね、ごまだれに入れると美味しいんですよ。なんでこれなの？なんかモッツァレラチーズ美味しそうだなと思って。しゃぶしゃぶに？うん、すっごいの。すごいよね、うん、食べよう。はいはい、ということで違うか、ほんちゃったりなんかして。それでは、はい、いただきます。いただきます。いや、じゃあニンニク入れる？はい、ニンニク入れます。これぐらいでいいかな、うん、いいですね。あー、しゃぶしゃぶ美味しいよね。しゃぶしゃぶ大好きですよ。はい、美味しいよね。こうやって、とりあえずこのタケノコご飯、そう、今旬だからね、タケノコ。紹介するの忘れちゃったけど、タケノコご飯があるんですよ、うん、じゃあニンニク入れる？カズサオートキャンプ場さんタケノコいただいてきた。なんこれ、美味しいよね。自然の恵みの匂いがするすごいね、すごい恵みね。あ、うん、少し少し少し。なんかさ、ゆっちゅんさ、前さ、うん、あのカレー屋さんとか行ってもさ、うん、フィンガーボールアク取りだわ。ゆうちゃん、カレー屋さん行ったらさ、なんか辛めのやつ食べてたじゃん、うん、あ、イチカラとかね、イチカラとか、うん、なんか、最近食べない？いや、だって最近辛くなったじゃん、なんか。あ、普通でも、うん、あ、確かに。いや、俺、箱根の富士屋ホテル行って、うん、ママと二人でカレーランチ食ったんだよ、うん、前に、うん、カレーランチ、うん、カレーランチだよ、どっちとして、うん、カレーランチなのにフィンガーボールだよ。すごいね、びっくりしたもん。すごいよ。でもその代わりカレーランチでも1人5000円。やばっ、なかなか食べれないよ。なんか1桁違うんじゃん、うん、2人でランチで1万円、うん、やばっ、うん、すごいよね。めっちゃ贅沢なランチじゃん、うん、ランチ贅沢。どんだけうめえのかな、口まかっちゃうほどうめえのかなと思って食べたら、うん、まあうまいけど、うん、1回で OK かなみたいな。あ、やっぱそうなんだね、うん、だったね。やっぱりさ、値段と味のクオリティが釣り合えばいいけど、うんうん、それもそうだし、うん、あとね、そのブランドなんだよ、多分富士屋ホテルっていうね。そうそうそう、だってもう、だってあの水汲むんだって、こんな、なんかすごいシルバーかなんかでできてる銀製のなんかこういうやつで、うん、先っぽがピヨーンとかなってるの。すごいよ、本当に。これで水汲むのに こんなんだもん、こんなピヨーンみたいな、中国であるじゃん、ピュッてやるとさ、ピューってやるやつなんかああいうやつ、ああいう感じ、ピシュッ、水がこう跳ねてるんだ、すごい、もうお肉いいよ。いただきます。ありがとう、食べろ。あ、これ熱そうだな、ごめんなさい、やりたくねえな。うん、おいしい。ダブルベリーマッチング、あ、これうまいです。なんかあっさりしてて、うん、トンシャブって、うん、あっさりしてて、あとごまだれと、うん、このニンニクと、あとラー油タレが最高です。どう言った、うん、うまいよね。お肉食べた、うん、でもさ、しゃぶしゃぶとかさ、す、うん、き焼きってあじゃこじゃやりながら食べるからいいよね、うん、ね、ほんとやね。ただもくもくになんないじゃん。そう、もくもくになんない、うん、これいいとかさ、そうそうそう、ね、これもできてるよとか、なんかそう、いちいちね、そう、あるよね、喋る、え、そうそうそう、そうよね。ほんと、なんかどっちかっていうと、なんかバーベキューとか、うん、やっぱ一つのものをみんなで食べるっていうのが、うん、会話の元になるんだろうね、うん、そうだよね。もう多分これいいと思うよ、これ、うんうん、すごい、ものすごく熱いやつ、うん、あ、ちょっと、うちなんか結構、うん、普段からね、うん、食卓を囲んでても喋、うん、る方だとは思うけど、そうだよね、うん、だけどやっぱりそれ以上に会話は増えるね。増えるね、うん、それに鶏だ、鶏のお団子、ジムに楽しみだな。うーん、早く納車されるといいね。ゆうたのジムにな、楽しみだな、うん、楽しみね、うん、来ればいいのにね、うん、
飯美味しいね。うん、味付け美味しいよ、ママ。うん、美味しい。今回はね、ズッキーニ入れたの。ズッキーニ、ズッキーニ珍しいの入れたね。珍しいでしょ、美味しいかなと思って、うん、いただきます、うん、いただきます。あっ、気をつけて、気をつけて、言ったじゃん。言ってない。こっち行って、こっち寄って。うん、どう？めっちゃ美味しい。うまいよね。すっごい美味しい。うん、このごまだれにニンニクもベリーマッチングです。ほんとうまいよね。スペシャル美味しいね。美味しいです。めちゃめちゃうまい。これ美味しい。うまいよね。何が美味しい。漬物。漬物がないか。じゃあちょっとモッツァレラやってみる、うん、え、中に入れんの。いや、それしゃぶしゃぶしゃぶすんの。今日釣りできなくて残念だったな。ちょっとだね。でも釣り具屋行って、うん、最近よく教えてくれる店員さんがポイントにいるから楽しい。本当だね。本当だね。うん、本当にいい人でね。うん、そうそうそう。あ、やばいかも。レンゲ必須かも。あ、また降りてきたのか。あ、やばい。もういいんじゃない。もういいんじゃない。もういいんじゃない。すだれ。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズポン酢なの。ポン酢か。美味しい。やばい、うん、めっちゃ美味しい。本当？美味しい。うん、マイルド。モッツァレラチーズが温まって、うん、ドロッとしてて、うん、だけど、うん、ちゃんとモッツァレラチーズのあのキュッキュッっていう食感と味はある。本当？もうこれ菜箸だった。長いなと思った。うん、これ柔らかい。うん、美味しい。うまい。うん、チーズ。うん。イチ、ご飯は食べる？いらない？分かった。もう4月も終わりで5月だからな、言った。6月だってから。うん、今だよ、言った。うん、早いね。でも待ってる、待ってる時間にしたら長いやん。6月になったら、うん、すいません、あと3ヶ月。うん、でも6月で何ヶ月？ 9 ヶ月か。うん、9ヶ月待ちだもん。お餅。お餅をこうやってしゃぶしゃぶするの。これレンゲに乗ってるのはチーズ、モッツァレラチーズで。そう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 。だからお餅できたでしょ。ああ、トロトロになった。そう、トロトロになったでしょ。そしたら、これをお餅を置いて、モッツァレラチーズを置いて、で巻くんです。あ、巻く。巻くんだ。巻くんです。はい、これで。まだあれで。いただきまーす。うん、やばい。うん、美味しすぎる。本当に。本当に幸せレベル。やばい、美味しい。ごまでいこうかな。ごま美味しいよ。ごま。ちょっともうちょい美味しいんだけど、まだいっぱいあるから食べない？ごまごまごまでケチャップ。それトマトのトマトケチャップ好きだったよね、ユカリンで。それ大好きだった。面白くなかった。トマトのトマトケチャップ。何それ。あれさ、スキバで買ったんだよ。なんか SP だっけな、 DS?DSP かなんかのゲーム。 SP のあれあったのゲームで、カセットです。何だったんだろうね。なんかちょっと進めてく、物語を進めてくような多分ゲーム。なんかあれだったんだよ。なんでもほら、あの時って、まあ、今でもそうなんだけど、任天堂のゲーム機、携帯ゲーム機が出ると要はあまりにも人気すぎて売ってないんだよ、うん、だから何でも、あのタタコンもそうだったけど、ユカ、うん、がユカリンとかユータが欲しいって言うから手に入らないの、うん、だから親バカなんだよ、うん、よし分かった、秋葉原まで行っちゃう、うんね、うん、まあ、ネットもあったけれども、うん、当時そんなんでもなかったから、うん、秋葉原行こう、うん、秋葉原行くとプレミアム価格なんだよ、うん、プレミア価格なんだけど確実に手に入る、うん、本当だよね、うんうん、だから俺親バカだから、うん、ゆうたとゆかに買ってやりに、うん、秋葉まで行って。そうなんだよね、よく言ったよね、欲しいって言うとね。でその時にまだカセットが欲しいのが決まってないみたいな感じで、うん、とりあえずなんかワゴンの中見たら安いのかなんかあったんだな、うん、だからじゃあこれじゃあとりあえず
一本買っていくか、うん、とりあえずの一本が楽しかったんだけど、うん、そうなんだよね、すごい遊んだよね、楽しかったよね。なんだってさ、もう本当2人ともゲームが大好きでさ、ゆかも言うたの、うん、年中ゲームやってさ、うん、そういう超大好きだったゲーム。でも何、新しい新機種が出ると、うん、任天堂のやつ売ってないんだ、うん、ね、どこも売ってないんだ。でそれってさ、なんか今でも変わんなくない？今でも変わんないよね。今でもさ、なんかスイッチとかさ、うんうんうん、あったりするじゃん、うんうん、あれもさ、ゆかり大人になってからだけど、うん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 、欲しくてさ、うんうん、でめっちゃ欲しいと思ってたんだけど、うんうん、どこも売ってないのね。今は売ってるでしょ、多分売ってる、もう平気で売ってるよね。最初だけだもん。だけどもうなんか良くなっちゃった、うん、そう Wii もそうだった。 Wii もあれすっごいさ、あれでさ、とんでもない。人間って、ね、ないと欲しいんだね、うん、そうなんだと思う。本当だよね、ないと欲しいよね。これ野菜どこ、この辺大丈夫、うん、大丈夫じゃん、生でも食べれるよ。あれはニュースくんで食べれた。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。家族で一つの鍋を囲んでのしゃぶしゃぶ、とっても美味しかったです。ピンピラピン、ピンピラピン、美味しかった、美味しかった、本当に美味しかったです。やっぱりいいね、うん、美味しい、めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。